いつも大変お世話になっております古美術吉戸の吉戸です。本日は非常に素晴らしい東山祭の合数、こちらをご紹介したいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。まずですね、この東山祭っていうのは何かっていうと、中国の唐の時代、日本でいうとまあ平安時代の、実はですね、これトリビアなんですけども、日本の平安時代っていうのは遣唐使で中国の唐に派遣された人たちが感銘を受けて、その当時のですね、唐の時代って本当にすごかったですね。文化的にもうすごい乱熟してて、本当に美しい素晴らしい時代だったというふうに聞いております。ですので、平安時代っていうのは唐の時代を真似して学んでですね、やったんです。だから京都も五番の目みたいになってるじゃないですか。あれって実はね、中国の唐の時代にね、ああいうふうになってたんですよ。五番の目みたいに、ただ西安って言って唐の時代の都、首都ね、僕行ったことあるんですけど、そこってね、本当にね、道がね、ピシッ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 とこう五番の目みたいにすんごい分かりやすいんですよ。ただめちゃくちゃもう広い。例えばね、僕西安で道に迷ったんですよ。死ぬかと思ったんですけど、何かっていうと、地図でね、路上の地図で、この先まっすぐ行くと、ホテルにありますって、すごい分かりやすいんですよ。道は分かりやすいんですよ。まっすぐ行けば分かりますっていう風に、もう着きますよってなってるんですよ。ただ、そのね、例えば、縮尺がえぐくて、5センチぐらいの距離でもう10キロあるんですよ。だから、あと5センチぐらい、地図で見るとね、5センチぐらいまっすぐ行けばホテルに着くなと思うじゃないですか。その5センチがね、10キロなんですよ。その縮尺がえぐすぎて、まっすぐ行けば宿に帰れるなと思って歩いても着かないから、なんで着かないんだろうと思ったら、10キロあったっていうですね。歩きましたよ。シーアンでタクシー、流しのタクシーがいないんで、本当にもう大変だったんですよ。もう全然捕まんない。だからそれで歩いてね、もう足がパンパンになって4万キロぐらい、4万キロじゃないや、4万歩ぐらい歩いたっすね、あの日はね。それがすごいです。話がそれました。ちょっとすいません。編集の人がね、短く喋れっていう風に言ったんで、短くしますけども、本作はですね、東山祭の合数。東山祭っていうのは、だからさっき言ったように、唐の時代に作られた山祭、3つの綾と書いてですね、3つのその釉薬、緑だとか黄色だとか白だとか茶色とかいろいろあるんですけど、その3つが特徴的だから、東山祭という風に言われるんですね。で、この合数っていうのは、その当時高貴なね、ご婦人たちが、お化粧をね、頬紅、昔のね、タンクーニャンっていうか、美人の用途とか見ればわかるんですけど、頬にね、チークを入れてたんです。赤い、紅を塗ってました。あと、口紅も塗ってましたし、結構すごいみんなメイクしてたんですよ。だから、そのメイク道具を入れる粉をね、胡粉とかファンデーションとかを入れるような、非常にね、ただね、もちろん当然庶民はね、粉使いませんから、庶民は化粧もできないですし、その化粧をね、入れるこんなおしゃれなものなんか持ってはいけないわけですから、庶民はせいぜいなんか土じゃないですけど、なんかこう、草をすりつぶしてやったりとか、化粧するなんて余裕がないわけです。結局汗で崩れちゃうからね。だから、こういうものを持ってたっていうのは、高貴な人のお化粧道具入れだったりとか、そういう小物入れだったわけなんですね。非常にだから、この作品自体がもう、なんていうの、高貴な人しか持てない、高貴な人しか使えないような素晴らしい作品でございます。で、この東山祭の作品っていうのはいっぱいあるんですよ。服とか、いろいろも用とかもいろいろあるんだけども、この合数っていうのがね、意外と珍しい。意外とないんですよ。服とかね、三つ足のやつとか、なんかね、今いろいろ、なんだろうな、代表的な形って、やっぱり東山祭の服とか用はいっぱい見ると思うんですけど、例えばね、そうだな、メトロポリタンにある東山祭の馬のね、70センチぐらい幅のね、すっごい、用があるんですよ。それがね、いくらっつったかな、1億何千万って言ったかな、当時。すっごいミラクル。で、僕ね、知り合いの素晴らしいね、お店で見せていただいたで、すっごいね、馬の用があった。それがね、4000万円って言ってましたね。で、今だとね、円安でインフレだからもっと高いと思うんですけど、それぐらいね、東山祭っていうのはね、ピンからキリまであるんだよ。一番多いのは、小さい杯ね。小さい杯、わーっと盤の上にあって、副葬品の。あれは、そうね、4、5万からぐらいから買えるようなものもあります。東山祭の最も安くて、最も一番よく見かけるのは小さい杯ですね。あれっていうのはね、副葬品でね、盤の上にいっぱいバーッとこう7個ぐらいね、大体並ぶんだよね。だから数がいっぱいあるから。で、貸せてるのからね、綺麗なのもあって、一回すごい綺麗な小さい杯をね、アートフェアで100万円で売ってる人いましたけど、それは高いなと思いますけどね。まあいいんですけど。で、この合数っていうのはすごい珍しい。
数が少ない、そして大体ね上と下がはぐれるんですよ。だからどっちかがなくなっちゃってその作品の手をなさないんだけど、これはねもう非常に有名な、もう誰もが知ってるような超一流のその茶道具商の方から買わせていただきましたので、やっぱりね日本のお茶方にはすごいのがあるなと思いましたね。この豪洲の何がいいかっていうと、まず色がね緑がめちゃくちゃ濃い、美しい、そしてね上と下がぴったり合ってる、そして上と下の U の、ね、上と下がね入れ替わってて違う蓋と実がね あるのが多いんだけど、これオリジナル、もう友だから上も下も色調がすごい完璧にマッチングしてるし、この緑の深さ、普通緑ってねもっとライトグリーンで軽薄なものが多いんだけど、これ最高の緑、そしてなんていうんですかね U のこれもねやっぱり計算ではなかなかできないと思うんだけど、混ざり具合とか色合いとか色調とかそういう東山祭のねそのファーストインパクトバチンと来てるのがすごくいい。焼き上がりもいい、蓋の身もしっかり噛み合ってて重厚感もあってしっとりしてる。そしてやっぱりそのもちろん発掘なんだけど、唐時代からの伝承っていうのはその正倉院にしかないからね、だから基本的に発掘伝承なんだけど、やっぱお茶方にあっただけあってすごくねしっとり艶やかに伝承してる期間が多くて、やっぱお茶でね香合に使ったんだね。いやすごくいい、すごくしっとりしてる。でしっとりしてるから東山祭っていうのは南東ね結構焼成温度が低いので、使えば使うほどもっとしっとり育ってくるんですよ。カチカチの時期よりも育ちやすいので、だから何度も使って何度も拭いて触ってね水で洗ってるうちにすごくねさらに良くなって深みがどんどん増してる。やっぱ緑がね深い方がやっぱいい、人気がある。そしてこの茶色も深い方がいい。やっぱりね東山祭ってねライトなねカラーの色調のやつってやっぱり評価低いんですよ。深くて艶やかでこうなんですかね光沢感といろんなものがこうキラキラしてると、あとその伝承感があるやつって、ね、やっぱすごく評価が高いんですよ。海外的に見てもね、だいたい発掘が多いんで、発掘してカサカサで色が薄いやつ、これが一番評価低い。ですので本作品の素晴らしさっていうのは、まず東山祭の豪洲っていうものが非常に珍しい、そして伝承感がしっかりあるお茶方で伝わった素晴らしいものだ、あと色調の深さ、この緑の深さとか茶色の深さとか、この色がもう極上だね。極上、伝承感もあるし、もともとの色も深かったし、やっぱりもともとすごくリッチに作られてるから、そのなんていう山菜のこのなんていうの混ざり具合とか置き方っていうのもあれね結構計算でやってるんですよ。意外とねその缶でバシャってかけてるわけじゃないから、ロー抜きしたりとかちゃんとしてるんですよ。で白で抜きたいときはローで抜いてたりトントントンってやってるので、意外とねあれもカラーバランスをちゃんと考えてて、だからマーク・ロスコーとかジャクソン・ポロックとかみたいに、ドリッピングとかねそういう技法を使うんだけども、で結局ねやっぱり計算して、でその素晴らしくいっぱい作った中のハクビをその商品として出してるわけだから、やっぱり素晴らしい。その中でもこれは残存してる中でも非常に素晴らしい。やっぱお茶方で伝承して艶やかになっただけはあるね。やっぱり僕は思うんだけどね、やっぱりねいい業者さんっていうのはいいもの持ってるな、当たり前なんですけどねその店の看板とか信頼しょってますから、変なの出せないですよ。適当に出せない。そんじょそこらのねチャレンジングな店だったら変なもんいっぱい出すんだけど、やっぱり店とね伝統と信頼と格式があるから、何一つとしてその店の名前を汚すような恥じるような作品を出したくないわけですよ。だからやっぱすごくケアして、すごく慎重に選んで、すごく大事に出す。でただね、僕ら鑑賞の中国美術の見方とそのお茶方にある中国美術の見方って全く違うから、そこにやっぱりそのなんていうんですかね、ちょっとした目違いっていうか評価軸のズレが起きて、そこを僕は非常に楽しく思いますね。だからお茶道具屋さんでなんでこのお茶碗がめちゃ高いのと思ったら、すごい伝来とか伝承がどうとかだな、書き付けがどうか僕は全く分かんない。僕は中身勝負だから、その作品の美しさを見てその評価するんでね、その評価軸の違いっていうのもね非常に面白い。ただやっぱり日本っていうのはお茶の伝統文化とかそういうものがあって、作品が大切に守られてきた。改めてねその日本にあるお茶方に守られてきた中国美術、これはいいぜって思いますね。本当に美しい。海外にないからね、そういうものをね非常に大切にね畏敬の念と敬愛を持って接していきたい。そしてそういうものにやっぱりジーンと来るなと思いましたね。この日本と中国のいいところ取りなんですよね。伝統と文化がミックスして、だ日本も唐の時代から学んで素晴らしい平安時代が生まれたわけで、で平安時代には独特のねその文化とかひらがなっていう日本にしかないものも生まれた。だからやっぱりね結局中国と日本のいいところが合体するとすごくいいものが生まれるっていういい事例なんですね。だからそれを
踏まえた上で、これは平安時代の作品だね、日本で言うとね。でも唐だからもっと古いんだけど、だからそういうことを考えた時に、ただ一つの作品ではなくて、歴史と全てのいろんなものがギュッと凝縮されている文化とね、その人の思いとか、何百年にもわたって伝わってきた、千何百年にもわたってね、守り継がれてきたこの作品っていうものの尊さ、奇跡さ、美しさ、そういったものを考えた時に、私はね、非常に感動するんですね。だからでやっぱりね、打作とか発掘とか土がついてるとか、なんかね、こう傷だらけとか、やっぱ感動しないんですよ。ちょっとうーんって気になっちゃうからだからやっぱりこれぐらいね、バチンとこう素敵なものが本来の美術の本質的な価値を持つものだと思いますし、で言うてそんな高くないんですよ。高くないっていうか、その例えばさ、打作で大したことなくて傷だらけで、なんかちょっとこう、なんていうの、あんまり魅力のないようなそのものっていうのも、もう10何万20何万とかするのもあるし、でもその30万40万でも、もうすっごいのもあるし、だから結局なんていうの、安物買いの全入しないってわけではないんだけど、ある程度やっぱりちゃんとお金出した方がいいものを買えるし、そしてその価値っていうのも10倍も20倍もそう打作に比べてあるよっていうことは思うんだよ。結局ね、飽きるんだよね、打作っていうのは。いくつ買っても100個買っても飽きる。だけど本当にいいものっていうのは、ね、1点2点3点だけでも、ね、もう一生満足できる。だからそういう本質的に美しいものを私は選びたいし、お客様におかれましても、そういうものをね、ちょっと頑張って買ってほしい。その100万何百万するわけじゃない、何十万の単位の中でさ、全然違うから、やっぱそこはね、すごくケアして、ちゃんとね、いいものを買ってほしいというふうに考えております。そしてこういうものはすごくいいものです。これいいものだから、おい吉戸、どんなものがいいもんなんだいって言ったら、こういうもんですよ。私の YouTube に出しているようなものが、私はとってもいいもんだと思いますので、どうか皆様におかれましても、その一つね、参考にしていただけたらと思います。で、そんな高くないですよ。そんな高いもんじゃないですよ、実はね。意外とね、物によるんですけどね、ピンキリなんですけども、その高くないのもある、高いのもあるでそれはご自身でね、感じてみて、いろいろ勉強してみてください。そしたらね、古美術って、ね、非常にね、掘り出し物ってわけじゃないけど、こんなにいいものはこんな安く買えるんですかということもありますので、どうぞ一つよろしくお願いします。ありがとうございました。失礼します。古美術吉戸は、古美術の良さ、美しさ、楽しさを伝えたい、広めたいと願い、古美術業界の発展の一助になりたい一心で、一生懸命に動画を制作しています。どうか温かい応援、チャンネル登録よろしくお願いします。いつも本当にありがとうございます。